後半は阪神間地域の未来ライフスタイル文化をテーマにパネルディスカッションを行ってまいりますそれではそのパネルディスカッションに先立ちまして鹿児島国際大学経済学部佐田藤浩子講師によりますショートプレゼンテーション阪神間モダニズムにおける 外国人の活躍をご覧いただきますそれではどうぞよろしくお願いいたします、はい、あ、わかりました 皆様、はじめまして、佐田藤博子と申します、本日は鹿児島国際大学のより参りました、まあ、兵庫県政が150周年ということなんですが、今年は鹿児島が維新150周年ということで、まあ、その150周年同士のですねつながりも感じるところであります。 で私は今日は阪神カーモダリズムにおける外国人の活躍ということでお話をさせていただくんですけれども私の専門は実はフランスの炭鉱に来たポーランド人労働者ということ,、えー、ことをずっと研究しております。外、まあ、外国人とか外国人人ととか労働者移民というのは、まあ かつてはですねそう大きく取り上げられなかったんですが、まあ、昨今、ですね効、まあ、か不高か取り上げられることも多くて、まあ、日本、特に私の好きなですね阪神館で外国人がどのような活躍をしてきたのかということについてご紹介させていただきたいと思います。 き、えー、今日は何の日かというと、ね、今日ってバレンタインデーですね、で私はまあ阪神館大好きなので、あの阪神館への愛を語るので、このセミナーのほう来てくださいというふうにご案内したりしてたんですけれども、実はこのバレンタインデーの発祥というのは、神戸ということになっております。 1931年に神戸のトワーロードにえー高級チョコレートショップモロゾフがえスタートいたしましてでそこがですねまあバレンタイン商戦というのかこう欧米ではバレンタインデーに自分の大切な人に対してプレゼントをする習慣があるんだということをえー紹介しでそのためにチョコレートを贈りませんかということで、え。ー まあ神戸あのバレンタインデーにチョコレートを贈る習慣というのが神戸で始まったということになっております最初の三宅先生のお話でもありましたけれどもこのモロゾフというのはロシア革命を逃れてですね来たロシア革命の後に来たロシア人ということになります で今日報告さあの発表させていただく内容なんですけども「阪神カモダニズム」とは何か、まあ、これは先ほどもあの先生方おっしゃってくださったので、まあ、軽くいたしまして阪神カモダニズムの形成と世界情勢を少し、えー、ご紹介した後に阪神カモダニズムの基礎を築いた2人のイギリス人と、えー、亡命ロシア人たちに焦点を当てて発表させていただきたいと思います。 阪神カモダニズムっていうのは先ほどあの最初から、えー、いろんな方がおっしゃっております通おり、まあ、和洋折衷、えー、異種交配の文化であるというところが一つの、えー、特徴になります。で阪神カモダニズムの時期っていうのは大体、まあ、1900年から1940年にかけてでして、まあ、この時期というのは日本のこのモダニズム文化が花咲いた時期ではありますけれども、まあ、同時に1900年 大というのはです、ね、欧米文化が成熟し,、えー、して、まあ、ベルエポックといわれる時代が訪れた時代であのベルエポックという時代がありそれしてその後、まあ、1914年からの混乱と、えーまあ、戦争と革命の世紀というふうにも言われますけれども、まあ、短い20世紀に突入していくという時代の中で、まあ、ヨーロッパの文化が日本に持ち込まれてきました。で まあ今日ですね私がお話しする話は今から言うまあフ,ァミリファミリーヒストリーにですね集約されるような気がするんですがまあひいおじいちゃんはです1901年生まれでしたでそのひいおじいちゃんは曽祖,祖父はですね英語がしゃべれてそしてバイオリンが弾けたそうなんですねで英語はじゃあどこで習ったのか1901年生まれの祖祖父が英語をどこで習ったのかというとあ そして、バイオリンはどうして誰に習ったのかというとなんとですねこの、えー、高塚歌劇団でも、えー、バイオリンを教えていたロシア人の、えー、バイオリニストに教えてもらったそうです。 まあ阪急電車にある時曽祖父が乗っていたところ目の前に外国人でですね変わった形の箱を持っている人が乗っていたとでそれなんやと聞いたらですねなんか楽器で楽器であって教えてあげようかって話になってえそしてま教えてもらったそうなんですねでこのえ阪神カモナリズムのですね上から2つ目の丸に書いてありますけれどもまあえ東京 がですね上からの近代化国家が国の威信をかけて、えー、外国の人をもてなすために恥ずかしくないように、えー、していくそういった近代化ではなくてですね多くの人がま享受できる近代化それが阪神化モダリズムの特徴であるというふうに考えております。 で、えー、まあベルエポックのヨーロッパから日本に多くの文化が輸出されてきまして、まあ、輸出というか、えー、芸術家がですねたくさん日本に来たこともあって、えー、日本のこの阪神間に多くの外国人が住,み住むようになったというのは三宅先生のご説明のとおりなんですけれども、えー、まあ大体ですねこの 戦争があって、えー、ロシア革命から逃れたハっロシア人がいっぱい来たとさらに、えー、阪神間に集まった要因としてはです、ね、もう一つは、えー、関東大震災というものがあります、えー、17年、まあ、第一次世界大戦の時に、えー、チンタオとかにいたドイツ軍をです、ね、日本があドイツ軍の人たちを、まあ、日本が捕虜にして連れて帰ってきてですね、あのー いたんですがうそういった人たちもですね、えー、拘束が解けた後も日本に残っていた、まあ、その人たちが関西に流れ着いたという例もありますし後で申し上げますヨウセフラスカという人物も阪神大震災あごめんなさい、えー、関東大震災が起きたために、えー、東京に行けなくなってしまいそしてあそのが理由で、えー、こちらの関西の方に来た、えー、阪神間に流れ着いたという、えー、経緯がございます。 まあこういうふういふにまあ年表にするとですね1918年以降っていうのはなんだか暗い時代というふうに思われがちではありますけれども文化面を見ると非常にえ豊かなそして華やかな文化が花開いた時代でありましたでえこちらがですねえまあ有名な人ばかりだと思うんですけれどもえ人々の生活に外国文化が広がってきたということでえ有名な人を並べてみました グルームとシムは後で説明いたしますが、ウィルキンソン、炭酸水のですねウィルキンソンもこの阪神館の実業家であります。で、関西学院大学の建築をしたボーリスは有名ですけれども、同じ関西学院大学を作ったランバスであったりとか、仁川学院を作ったコルベ神父は、実はポーランド出身の神父さんであります。 ヨーセス・フラスカはですねあのロシアに拘束されてそこから来たので、まあ、ロシア人というあの,のような感じもするんですが、まあ、一応、出身はですねオーストリアになりますでフロインド・リーブパン屋さんで有名ですねでユハイムはドイツ出身そしてコンチャロフやモロゾフといった人たちはロシア出身の、えーまあ、実業家というのか、えー、事業を展開した人でした。 で阪神館の基礎を築いたと申しますが阪神館というとやはり美しい山とそして海があるというのが特徴の一つだと思うんですがこの美しい緑の山は実はですねこの アーサー・サヘルケス・グルームという人が六甲山に植林をすることによって、まあ、もたらされたという意味で阪神漢文化の基礎を築いた人としてご紹介いたします、まあ、これがです、ね、私があの飛行機の上から撮った六甲山なんですけども、まあ、意外と緑の部分あの狭いなっていう感じはするんですけれども、まあ、こういった形で海とまあ山があってその山を築いたのがこちらのグルームという人物です 今でもでもすね山開きの時にはなんか祀られてるんですけどあのこんな形で式典というんですかねが取り行われているそうです。 で次に a c シム m という人物をご紹介しておきたいと思います。で彼レですは、ね、イギリス人なんですけれども神戸レガッタアスレチッククラブという、まあ、スポーツクラブを創設した人物です。でスポーツ施設、ま離を打にいる人のための、まあ、スポーツ施設なわけですけれどもボートハウスであるとか体育館がある以外にもステージとかバーとかが併設してありまして、まあ、ここでこう文化を楽しむことができるとそういった親睦や社交の場でした。 でそれと同時に、えーまあ、兵庫県っていうのはですねあの阪神大震災の経験もあって、えーまあ、ボランティアとか災害とかいうことに対しても非常に敏感な土地だと思いますけれどもこの a c シムという人はボランティア活動も積極的に行っていた人物です。のの中で消消防防自衛消防隊 を結成してで消火の井戸を掘削したりですとかで居留地が日本に返還された後も神戸市の方から壊れて引き続き消防隊をした人物ですでまた当時ですね19世紀末っていうのは意外とあの災害の多い時代でしてまあ大阪でも台風が来るとこう高波にいろんなものをさらわれてしまったりとか19世紀末の三陸沖の大震災があったりいたしましたがその時も義援金を集めて届けたりです とか、食料や医療品の配給に自ら携わった人物、これが A.C. シムという人物です。で、彼らのようなですね、まあえ19世紀、まあ世紀転換期にえ阪神間に来て、まあ活躍した、え。ー 人たちがまあいるわけですねで彼らによって外国文化、まあ、ヨーロッパの、えー、欧米の文化というのが半信感にもたらされたわけですけれどもそういったまあ緑豊かでそして海辺も近い風光明媚なその場所にを好んでですね住み着いてそこで文化活動に携わったのがこちらのロシア人音楽家たちになりますで有名なところですと、まあ、ルーチンとかレオシロタという人物、まあ、レオシロタの娘さんはあの 長寿で,ですねあのアメリカに最終的にこの人たち行くんですけど、えー、GHQ に入ってその後日本人の,あの女性の権利獲得にも活躍した人物ですけども、まあ、そういった人たちであるとか、えー、バイオリニストの、まあ、この世界的に活躍したバイオリニストですけども、えー、モギレフスキであるとか高條加劇団の音楽に携わったヨーゼス・フラスカ、まあ、バレリーラのオソフスカヤ夫人。 たたちがいたんですねで岸光一もこのウェクスラーという人に支持していて、まあ、多くの音楽的な技術っていうのを学んでいました。で阪神館で特に注目すべきなのはですねこのまあ歌劇団、まあ、これもプライベートな、まあ、施設の歌劇団でありますけれども、えーまあ、そういったあの、まあ、公の、えー、ところで音楽を教えるっていうのと同時に、まあ、当時ラジオ放送が始まりましたので、まあ、ラジオに乗せて 外国のまあ第一線で活躍していたような音楽家の音楽が多くの人に届けられるさらにはまあ私の曽祖,祖父の例もありますけれどもこう音楽のです、ね、家庭教師を自らがこう生きていく手段として行うわけですね、まあ、こういったあたりがですね阪神館の,、まああのちょっと時間がないので割愛いたしますけれども え阪神かこの町人文化にも合っていたのではないかというふうに考えています町ま人文化っていうのは必要なものを必要な時に必要な人が作るといった一面があるわけですけれどもまああのこの外国人たちもですね 自分たちが、えー、あったらいいなとか、えー、あると社会がもっと良くなるだろうというものを、えー、作ったり実行していくことによって、えー、それが広く社会に普及して、ま、社会全体が豊かになっていた、この、えーま、営みすべてがです、ね、半神化モダリズムなのではないかというふうに考えております。はい、ちょっとあの短くなりますが、以上で私の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。 どうもありがとうございました。鹿児島国際大学経済学部佐田と博子講師によりますショートプレゼンテーション。半神間モダニズムにおける外国人の活躍でした。どうもありがとうございました。